さっき北に町があるって言ってたっけ。そうね。あれ、すぐそこにも町が見えるね。ゾワワ、なんかゾワッとしたのです。理由はわからないけど気持ち悪い町なのです。お、意外と綺麗な町だけど、なんだ、なんか変じゃね。何が変なのかわかんねえけど、ここでは私たちあんまし喋らない方がいいかも。なんで。それは、あ、なんとなく。あ、わかった、頼むだぞ。了解なのです。ニブルヘイムのやつら、なんで連邦に加盟しないんだろうな。加盟して善人面してりゃ市民ランクだって上がるし、生活も楽になるんだぜ。俺、この町には来たばっかりなんだ。綺麗な町だけど、なんか落ち着かないな。最近旦那の様子が変なのよ。ずっと上の空で何言ってもちゃんと返事してくれないのよね。あと少しで俺も立派なバハムート兵になれる。あと少しで。なあなあ、幻の砂漠にすげえ素早く動くミラージュがいるの知ってるか。今度そいつと徒競走で勝負したいと思ってんだけど、相手はミラージュだろ。もし攻撃されたら怖えから、とりあえずそのミラージュがどんぐらい強いか見てきてくれよ。相手はサボテンだってミラージュだ。何匹か倒したら強さもわかると思うから頼むぜ。連邦に加盟していない町なんて住みにくくないのかしら。あら、あなたもクリエイターになるの？ふああ、なんだ、用がないなら話しかけないでくれ。もっとクリエイターになって、もっといい暮らしができるようにするのよ。母ちゃんが連邦じゃない国の人とは仲良くするなって言ってたぜ。隣の町の子と仲良しになりたいのに、あの町の子は連邦に入ってないからダメってお母さんが言うの。俺の父ちゃんクリエイターなんだぜ、すごいだろう。祈りましょう、赤の予言が成就されるその時を。ここは神聖な場所ですから、許可がないと入ることはできません。真の幸福は赤の予言と共にあるのです。
ってか、あの町す戦闘で混乱すると勝手に行動してしまう。味方を攻撃することだってあるんだ。軽く殴ってやるだけで正気に戻るんだが、着付け薬を使えばより安全だな。ほら、持っていけよ。あっ、ナインウッドヒルよりすごそうなのです。第11幕、赤の予言と青の予言。ちょっと待って。ここは鎖が見えないな。じゃあコーネリアと一緒で連邦に加盟してないってことね。だな。てかコーネリって、もしかして。いやいや、もう忘れたとか。また会えたね。で、いいんだよね。あ、すごいパンチの。はい、また会いましたね、ティファさん。こんにちは、ナノです。こんにちは。ねえ、聞いていい？ミラージュを連れたオービトさんは何をしにこのエリアに来たの？そっか、まだ話してなかったね。よかった。戻ってからもしかしたらバハムート軍の悪い人たちを助けちゃったかなって思って。そういえば、よくバハムート軍と間違われるのってなんでだろう。そりゃミラージュを使うオービトなんか大きな軍にしかいないってことじゃない？うん、今はオービトの、それもミラージュ使いなんて言ったらバハムート軍ぐらいしかいないと思う。昔オービトが住んでいたエリアもとっくにバハムート軍のものだって話だし。マジか。でもね、最近はみんな予言の話をしてるから、そこに書かれてる丘からのオービトも有名だよ。うん、何にしても有名なのね。それで炎の谷に行きたいんだっけ？今のところ手がかりはそれしかないから。炎の谷か。名前はみんなが知ってても、それがどこを指すのか誰も知らない場所。どういう意味だ？炎に包まれてる谷自体はこのエリアにいっぱいあるの。でもその中で予言が示す谷がどれなのかは誰も知らないってこと。あ、そうだ、ちょうどそれを調べてる召喚士が町に滞在してるの。会ってみる？こっちよ。お、やっと声かけてくれたな。ここにずっと座ってんのも暇でさ、可愛い子見かけるたびに話しかけてくれって念力を送ってるんだよ。今日は大成功だな。あなたもご一緒にどうですか？この人たちがその丘からの大人よ。もうそれでいいです。はじめまして、私、召喚士のリディア。まさかあなたたち悪い人なんじゃ。へえ、ミラージュを普通に連れてたり、やっぱり同じ召喚士だからユーナと少し雰囲気が似てるな。え、ユーナ姉様の知り合いなの？少し前上の大陸で会ったの。その時にいろいろ教えてもらったよ。ここに来るきっかけを作ってくれたのはユーナなのです。じゃあやっぱり悪い人じゃないのかも。よしよし、この二人ユーナ姉様の知り合いなんだって。だから大丈夫だよ、とりあえずね。それであなたたち予言に書かれている4つの鍵を探してるの？ああ、
そのうちの一つが炎の谷にあるって聞いてここまでね。でもその話って赤の予言でのことよ。赤の予言？もしかして予言にも種類があるの？そうよ。もともと予言って言ったら青の予言を指してたの。その中だと4つの鍵は4つの印って書かれて、すごく抽象的なもので。青の予言は異端なり。な、何よ突然。青は異端、赤こそが聖典であります。はぁ、あなたも召喚師であるならクリスタルの塔への導きを求めなさい。赤の予言に記されています。ミラージュを連れし選ばれし者、四つの鍵を手に入れたり、そしてクリスタルの塔より天に昇り、神より永遠を授かれり。導きの道が見えているのなら鍵は見つかるでしょう。赤の予言に従い進みなさい。もう、ほんと最近ああいうのが増えてきた。ほんと多いよね。暴力とか犯罪とは無縁なんだけど、ちょっと怖いよね。だいたい青の予言は召喚師の神祖様が残した予言書よ。その後にできた赤の方がただのバッタものだよ、バッタもの。でも今はみんなそっちを信じてるから。そうなのよね。だから私もそれを調べに来たんだけど、そういえばあなたたちはなんで予言の鍵を探してるの？それはファーナルース様があなたたちの母親と同じ名前だから、見つかりバハムート軍の居城を。そっか、もしあなたたちが予言の大人なら予言の通りに進めばそれが目的地かもってこと？ええ、まあそもそも私たちミラージュを集めて前に進めば家族に会えるってある人に言われて。何にしても私もその予言の真偽を調べている身として、炎の谷には一緒に行った方が良さそうね。というか一緒に行ってくれるとちょっと助かるし。助かる？ううん、こっちの話。じゃあ行きましょう。行きましょうって炎の谷の場所わかるの？もう調べはついたわ。炎の谷の場所はバブイル7番目の谷、セブンスバレーよ。じゃあそのなんとかかんとかに向かおうぜ。ついに一文字も覚えないの？もしそこのお方や、頼みたいことがあるんじゃが、孫の誕生日にプレゼントをしたいんじゃが、竜の鱗を探してきてくれんか？できればいくつかあるとありがたいんじゃが、お願いできんかの？おお、引き受けてくれますか？ありがたや。竜の鱗を。もしかしてドレスを買いに来たの？でも残念、シルクのドレスはもう売ってないって。ところで召喚師とミラージュ使いって何が違うの？それ私の方が聞きたいかも。私たち召喚師は普通 1,2 体くらいのミラージュとしかつながりを持てないわ。でもミラージュ使いって呼ばれる人たちは数えきれないほど多くのミラージュを自由に使いこなすよね。一体どうやって彼らとつながってるの？え？そう、自分じゃちょっとわからないかも。タマ、なんか知ってる？え？なんでしょう。つながりとか言われてもよくわからないのです。え？その子守護獣じゃないの？守護獣？うん、私の守護獣はこの子。召喚師が最初につながる子はずっと一緒にいて召喚師を守ってくれるの。だからそう呼ばれるんだけど。タマはランとレーンの守護なんて別にしないのです。えへん。はいはい。
ミラージュを呼ぶ人とミラージュを使う人はちょっと違うってことかな。話を聞く限りはだいぶ違うのかもしれないね。ここにはミストって町があったんだけど、昔災害があって大きな被害を受けたの。その時に復興を助けてくれたのがシンラって会社なのよ。10年で町も随分変わったわ。ミストの面影はほとんどなくなっちゃったかな。しかし連邦ってのは怪しいな。加盟しない町はミラージュで襲って無理やり従わせようとするんだ。ま、俺たちがいる限りこの町を自由にはさせないけどな。ここも連邦のミラージュに襲われている。ミラージュから町を守るのが俺たちの仕事だ。あなたは赤と青、どちらの予言を信じていますか？我らの進むべき道とは。青の予言を信じるなど、この異端者め。今こそ連邦の管理下に入るべき時だ。クリエイターになり幸福をつかむのだ。連邦なんかに頼らなくったって俺らはやってくるってんだよ。ここはニブルヘイムよ。シンラのおかげで大きくなった町なの。シンラはね、火山を利用してエネルギーを作っているのよ。セブンスバレーはここから東側にあるみたいなのですよ。暑いなのです。神道滅却は無理かも。ここも落ちたらひとたまりも。ベックス、マジで行くぜ。バッと決めるよ。
やったな。これくらいならね。ってことないって。
ま、こんなもんだな。実力通り。やばいな。そうなのです。リディア、リディア、向こうの方に行ったよね。
どうってことないって。やりやったな。頑張ったかな。いや、近寄らないで。おお。リディア、大丈夫？私、炎が苦手。怖いの。ずっと前、私がいた場所が連邦に侵略された時、火事になった家に取り残されて、その時から私。そんな怖いのにここに来たのか？あなたたちを案内しなきゃならなかったし、私だっていつまでも。でもやっぱりダメ。炎を前にしたら、私。でもリディアはすごいよ。そうだね。さっきのミラージュの炎、私たちじゃ消せなかったもの。おお、あれを一発で消しちまったんだから。怖い炎なんかもうあんな感じでみんな吹っ飛ばしちゃえばいいんじゃね。吹っ飛ばしちゃえって、時と場合によるし、言い方が乱暴すぎで適当。マジで？マジで。じゃあ炎なんか吹き飛ばせばいいんじゃありませんこと？どうしたら女性っぽくすればいいって発想になるのよ。それもなんでお嬢様風？キモいのです。変なの。え、今の変なの？変どころか異常。常識を疑うのです。ガーン。じゃあ行きましょう。ダメだよ。そうそう、無理する必要ないって。後でちゃんと報告するからよ。でもさっきの炎の壁はどうするの？それは、じゃあ、あの炎を消したらニブルヘイムで待たせてもらうわ。それでいいかな？ああ、もちのろん。大丈夫？うん、行こう。Thank you.
まこんなもんだな。大丈夫か？リディア…みっちゃん！やった！大丈夫よ。ちょっと緊張して力が抜けちゃっただけだから。よかった。じゃあ私一度町に戻るね。ごめんね。いや、ここまでありがとな。またなのです。あ、タマだけにまた。あ、タマだけにまたなのです。なのです。アホどもは気にしないで。気をつけてね、リディア。本当にありがとう。ううん、私こそ。じゃあ、また。じゃあ、私たちは進もう。おう、鍵見つけるぜ。二人とも頑張るのです。いや、タマも人事じゃないからね。いや、さすがにこれっていかにもすぎて、ある意味当たりよね。行くしかないのです。はいはい、まあ引き返しませんけど。
行くぞ。やるしかないね。実力通り。あれが鍵。さすったら吐き出さねえかな。やってみたら。ゴーゴーなのです。なし。じゃこいつの背中どこ？そこか。いくよ。これで。これでどう？決める！今よ。
これってマジで予言通りってこと？そうね。お姉ちゃん、あんまし嬉しくないの？うん、そういうわけじゃないけど。なんか急に静かになったね。さっきのやつを倒したせいなのです。え？何？地震？嘘！すごく大きいかも！え？